ねじっただけでできるヘアアレンジ、皆さんやってみたくないですか？皆さんこんにちは、渡辺です。今回はねじるだけで1分でできるヘアアレンジのご紹介です。結構ねちょっとこなれ感が出てふわふわな感じになってませんかね。これベースをコテだったりとかカーラーで巻いてるのではなくて、ただ単純にねじってねじった部分を引き出しただけです。なので本当に慣れてきたら1分ぐらいで簡単にできるアレンジになってますので、いつもねもうポニーテールだったりとかまとめ髪でちょっとワンパターンになって、でもこうふわふわにしたいっていう方に関してはおすすめのアレンジになってるかなと思いますので、ロングヘアの方でもミディアムヘアの方でもできるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。ではやっていきます。まず表面の部分、この後ろの部分ですね、もうだいたいこれぐらいで分け取って、こんな感じで本当ざっくりで大丈夫です。これをどっち向きでも大丈夫ですのでねじります。こんな感じでちょっとしっかりめにねじっておく方がいいかなと思います。で次にサイドの髪の毛、まあ遅れ毛だったりとかある方はこのまま下ろしておいて、この横の部分ですね、この髪の毛を全部後ろに持ってきて、で少し表面の部分の手串で整えて、こっちもねじねじします。こうやってで同じようにまとめておいて、で反対側も同様に遅れ毛を下ろしておいて、残りのサイドの髪の毛を後ろに持ってきて、でこの時もちょっとね手串でちょっと整えながら持ってきて、こっちもねじねじします。こんな感じで最後に下のね残ってる髪の毛と合わせてゴムで結んでいきます。じゃあちょっとねねじれてる状態でまとまってる髪の毛があるので、まあ、この部分ちょっとねじってる部分を少しだけほぐしていきます。なのでご自身でやるときとかはこうちょっと触りながら、あねじれてるなっていう部分を少し引き出すようなイメージでやった方がいいかなと思って、ゴムの部分だけを持ってこの 手で触った感覚で、あねじれてるなっていうところを少し5ミリぐらいの感覚で引き出していく。この上の部分だったりとかもねじれているところ、なるべくゴム周辺ぐらいから出してあげると引き出しやすいかなと思うので、とこんな感じで5ミリ束みたいな感じで引き出していきます。で最後にこっちの部分ですね、の部分もゴム付近から5ミリ束の髪の毛を引き出していく。あとはまあロングヘアの方だったりとかはね、コテだったりとかでこうワンカールの毛先をカールをつけてあげるとちょっとねこなれ感でおしゃれに見えるかなと思います。で巻く時はまあ大体ね、まあ、ロングの方だったら32ミリとか、大きめのカールが好きな方に関しては38ミリを使ってワンカールだけ巻く。そうすることによってね、なんかツヤ感が出てこなれ感が出ます。あまりグリグリ巻きすぎるとちょっとバランスが難しかったりとかするので、少しその辺は気をつけていただいて、でミディアムヘアの方に関しては多分長さがこのぐらいとかになってしまうかなと思うので、そういう方は別に巻かなくてもこのままでも全然 OK かなと思います。で最後にね、まあゴムがちょっとむき出しになっててなんか気になるっていう方はヘアアクセをつけたりとかしてバランスが整ったら完成です。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。
で、この引き出すところっていうのもやっぱりこう自分では見えないっていう方がね結構多いかなと思うんですけど、こう触った感じで本当にこうねじれてる部分を引き出していく、そんな感じでね、やっていけば形は綺麗になるかなと思います。なのでやるポイントとしてはね、ゴムの部分を持ってゴム付近から引き出していく、上に向かって、そういう風にやったらね形が綺麗に決まるかなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。